3月17日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて323円と18銭高 27,333 円79銭でした。日経平均としては反発しました。トピックスが 22.32 ポイント高の 1959.42 でした。プライム全体の 73% 1350銘柄が上昇、全体の 23% 423銘柄が下落ということで、比較的しっかりしていたというのがプライム市場、日経平均トピックスです。マザーズ指数は 25.94 ポイント高 3.5% の上昇でした。日経平均冷やしチャートです。日経平均は今週、欧米の金融不安といったものが取り沙汰されて一気に急落した週でしたが、昨日なんとなく底値圏で陽線をつけて今日は反発して引けています。323円 1.2% の上昇でした。アメリカで経営不安が伝わっている銀行、もろもろありますけども、その中でも一番ホットな話題になっているファーストリパブリックですね。こちらに対して JP モルガンなど大手行が連合して多額の預金をすると、無保険の預金をするということが伝わっています。救済措置が講じられているとマーケットとしては判断したようです。一旦の金融不安の後退といったところから、今日は日経平均株価が反発しました。日本の金融株ですね、こちらも、とりあえずは下げ止まりという色でしょうか。8750第一生命、上昇率 1% に満たないんですが、一旦は下げ渋った格好です。今日は23円高 0.98% の上昇でした。また三菱 UFJ ですね、こちらも 3.3 円高 0.3% の上昇ということで、なんとなく底固めと、反発機運、下げ止まり機運が漂っているという週末でありました。欧米の話はまだまだ予断を許さないと、そうした見方も強いですが、一旦は今日は、東京市場としては下げ止まり、金融株、今週、大きく売られていた金融株も、今日に限っては、下げ止まりの色を見せたという一日でした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。